どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はお市使っていきましょう。黒田官兵衛とちょっと似てるとこもあるんだけども、お市はお市でいいところがあるんだよね。早速使っていきます。それではお市の技を見ていきましょう。こういう風になってます。固有チャージがチャージ3、そしてチャージ7の最後の部分だね。チャージ3、ゴブのチャージ3はよく使うと思うんで、これが固有っていうのでお市はいいよね。かなり使います。チャージ7、チャージ7、かなり派手な技になるんだけども、やっぱり7なのでそこまで行き着くまでに妨害されることが多いのよ。なのでちょっと使い勝手が悪いかな。これがねチャージ6とかだったらもっと良かったんだけども、でも広範囲でヒット数取れるのでいいです。それではお市行ってみましょう。まあ、今作一番の美少女キャラになるのかな。あ、いや違うか。まあまあ分かれるよね。美月が好きっていう人もいれば、お市の方がいいなっていう人もいるそこはもう好みの問題だ。趣味の問題っていうのがあるか。うん、まあまあ濃姫とかね、瀬名とかね、そこら辺もやっぱ好き好き変わるわ。うん、俺がもうこう一概に言えることではない。まあまあそれはいいとして、まあとにかく5分いいね。5分でお市はやっこさん、チャージ3で出るやっこさん、これが強いのでいいです。でここにチャイこういうチャージがついてるっていうのは、使い勝手がいい。やっぱ5ってね、このチャージ2とチャージ3チャージ4、これを使って自分の周りにパネルみたいに買ってから、強いんでね。まあそこに固有があるっていうのは強い。ここはまい、まあ、ちなみにチャージ2が折り鶴が出て、チャージ3がヤッコさんかな。でチャージ4でこの、赤い手裏剣みたいなやつ、これが出ます。まあ全部、常に発動しておかなくてもいいけども、まあどれか一つ、まあお市であればやっこさんだね、こういうチャージのあれは、出していった方が気持ちよく技が入ると思います。おっ、感じ感じ、あぶねー、あぶねー、私が倒したよ。でもねチャージがね、発動が長いやつ難しいよね。難しい。お市ってなると官兵衛使った方がね、なんかしっくりくるんだよな。官兵衛の方がチャージ6でちょっと早めに発動することができるんで使い勝手がいいんだよね。でもお市のね、なんだ元気玉みたいな感じ、あれもかっこいいよね。かっこいいから、好きではある。とにかく全部俺が倒す、極力チェンジはせずにいきます。ここは私がやらなくては。ああそうか、下か下か、これ、これね下にね行ってる間に上を突破されたりとか、ここ結構あるのよね。大丈夫か、この時からまた倒して横の10、これもだよ。でここでヒット数を稼いで、その間にお市に元に戻ってもらいましょう。これでどうだ、どうだ、そろそろいいか。武田にあだなすならば、あーダメダメ、倒しちゃダメ、危な、惜しいところまで戻った。
全部もう今日はね、お位置で倒すから。ヘイ、でもだいぶ削ったんだよな。一撃で沈むんじゃないか。あーおー、武田信玄がそんなところにいった。ヘイ、オッケー、次信玄が来てるね。ここで決めさせてもらう。なんか発動しなかった。ミスった。でも喋りながらするとね、このチャージのね、数が分かんなくなんないな。よし、いい感じのところに現れてくれたね。ただの軍師と侮るなよ。あ、違う、これチャージ6の方だな。チャージ6も強いんだけどね、強いんだけど、やっぱり固有の方が全然強いんで、固有の方を狙っていかなきゃね。あれ、俺が近づいたのに結構後ろに行きやがってしまって、危ね、キャンセルされるとこだった。戦隊叶う相手ではなかった。戦隊撃破。うん、いいペースだ。残り2分半、いいペースです。天下無双になれたみたい。どうだ。もうあと引かせてもらう。ちょっとで S ランク取れるね。あー違う、3万7000か。いけいけ、よし、まあさっと倒して終わりにしてやる。 OK、 S ランク取れた。叶う相手ではなかったか。うんうんうん、あ、カンベイの方がヒット数は取れるな。ヒット数はあっちが全然取れそう。ヤスさんの炎を食らえ。おお、よかった、当たった。当ててきた。忘れねえぞ、人の身に苦労でやろう。終わらない、終わらない。どうだ、もうしぶといね。私が倒したよ。ちょっと待って、わしは引くぞ。あんまり好きじゃないけど、ちょっと待って。そこのお前、よし。でもまあまあまあ S ランク取ってるからもういいんだけどね。うん、鬱陶しいなこいつら。くそ、はい、やっぱり俺はいくよ。残り一体誰だ。いざよ。おお、すぐそこまで来た。尋常に勝負せい。よし、最後は、ああ、もう、おお、もうヒット数が、もう決めよう。最後はかっこよく、おー、いいね、かわいいね。はい、ということで今日はお位置使っていきました。まあ使い方はもう勘弁と一緒だね。チャージ234を発動してからゴリゴリ行くっていうことではね。またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。